須貝系白馬の天達、見ての通り青空です。さあ今から登ります。モードチェンジ3、チルなツアーも終わりですよ。おはようございます。来ました、来ました。須貝系とバックカントリー行こうかなと思ってるんですけど、イエイ、はい、今日はメンバー準レギュラーの豊くん、あ、どうも、あ、準レギュラーに昇格したんです。ありがとうございます。準レギュラーになりました。どうも、小林豊と申します。今お見知りおきをよろしくお願いします。ということで今日はね、乗鞍の方行きたいんですけど、雲がそう暑いんで、まあ、ちょっと予報信じて乗鞍の下まで行ってみて、そこで作戦会議して、僕の官房天気予報でも多分晴れるんで大丈夫。官房天気予報多分一瞬なんで、ね、そうですということで、じゃあ今日も安全に行きましょう。イエーイ。見てください、これ 85% 晴れ。あ、なるほどね。見えないんですよ。なるほど、さすが。映像になると思うね。さすが白馬の天達。さすが。最近結構ね、天気の勉強してます。あ、本当ですか。はい、本当に。そうそうそうさっきまでガスってたんだけど、見ての通り青空です。一つずつ登ってますけど、予言者の予言通り晴れてきました。青いね。さすが予言者。さすが予言者。ガキチャンネルのオラクルと呼ばせていただきたい。まあ、分かんない人はちょっとマトリックスを見てもらって。登ってきました。イエーイ。すげえいい景色。見てください、これ。さあ今から登ります。イエーイ。イエーイ。第一関門、はい、白のりに向かう一番最初の急登です。あれが白のり、ね、今回も晴れてきて、あの白馬村も見えるし、浅間山も八ヶ岳も見えると最高。ガキさんは頑張って登ってます。休憩します。休憩ポイント、ようやく休憩ポイントです。キャンプ張れます。ちょっとダメですよね。いいですね、スキーと。いや、全然スキーの方がいいと思いますけど。昇級したいもん。あ、お昼上で。さあ、第2関門きついよなこれ。見た目がね、きついよね。夏なら一瞬なのにね。夏だとどれぐらい？夏だと15分ですね。まあ走るんで。走れるって確かに。準備完了。はい、行きますか。イエーイ。いや。いや。さあ、第二関門に向けて頑張ります。イエーイ。はい、あとちょっとで山頂です。結構登ってきたよ、この、まあ、さっきのトラバースのとここの裏だからね、こんな感じ。あとちょっとっす。あとちょっと、あとちょっと、もう登りはそんなないっていうことで、あとちょっとでお昼休憩。いや、着きましたぜ。着いた着いた。イエー。ということで、もうちょっとドロップポイントまで行って、日本海、日本海でございます。じゃあ行きます。ちょっと下って、あのトラバースで、じゃあ行きます。はい、はい、レッツゴー。うわ、はい、
高の川。いや、うわい。先が冷たい。イエーイ、最高じゃね。すごかったよ。おい、やばいっすね。やばいよ。はい、じゃあワンピッチ目終わったんで登り返しです。はい、できます。ゲイス。滑ったライン見えます ね、 お、やばい。はい、第2ドロップポイント到着でございますね。ここもめっちゃ雪がいっぱいで、そういい斜面、いい斜面、すげえ雪が降りすぎてかなりメローな斜面に変わってるけど、本当はもうちょっとなだらかではないということで、じゃあもう一発滑りましょう。うわ、おい、モードチェンジ 3! Yeah! Yeah! もうちょいです。はい、到着でございます。ラストでございます。チルなツアーも終わりですよ。大丈夫そうだね。大丈夫っすね。じゃあパーティーランで行きますか。うん、途中楽しかった。お疲れー。よーウィーケンドもアザボーイズの豊です。今日はあのロングディスタンスをやりたいということで、ガキさんと2人で乗鞍北東
シュート、シュート。